尺なすべスタジオチャンネル、はい、おはようございます。私は現在ですね、中野に来ておりまして、わかる、天下一品にやってまいりました。はい、朝から天一決めていきたいと思います。行きましょう。はい、ということで店内に入ってもう早速注文したんですけど、まず一品目がこってりの煮卵チャーシュー麺になります。朝一からこってりいきたいと思います。ではいただきます。すごいな、こってり。見た目的に言うとね、ごまだれみたいな、かなりドロッとしてるよ。わー、麺長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 、いきまーす。うん、うまっ。こんなうまかったっけ。超私好みのこってりじゃん。うん、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 麺長。いや、うん、かなりこってりだからさ、この麺に全てのスープが絡みつくの、すごい超濃厚、美味しい。うん、ああ甘みのある豚骨だね、うまい。うん、チャーシューうまい。スープに対して薄切りにしてくれてるから、なんだそこまで重っみたいのがない。煮卵、うん、うん、最高。食べた。こってりいっぱい、笑顔いっぱい、中野こってり一筋。おおおお、すごい。明日もお待ちしております。はい、ありがとうございます。おお、はい、ありがとうございます。1月22日からは、はい、ここ中野店だけ先行販売させてもらってます。あ、そうなんだ、はい、超レアラーメン。やばすぎる。はい、続いて2杯目なんですけど、なんと超こってり、なんと1日5食限定のラーメンをいただきます。心していただきます。わあ、さっきのこってりでかなりかなりドロッと感は伝わってたと思うんですが、見てこれ、よりだよ、よりドロッとだよ。いきます。うん、最高。やば、これこってり好きにはたまらんわ。あの、なんだこれ、こってりの中になんか玉ねぎのみじんとかが入ってて、すごい食感もいいんですよ。で、もうジュレみたいな感じ、スープが重いって感じではなく、濃厚さがすごい程よいって感じ。うまい。いや、うまっ。なんなんだこのスープ。うん、玉ねぎもいいな。
天一好きには天一好きには絶対に食べたい一品だよね。今まで食べてきたどんなスープよりも濃厚かも。わかる、このなんかスープじゃない感。美味しかった。ネギラーメンのあっさりです。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、続いて3品目が、あっさりのネギラーメンと豚キムチチャーハンです。豚キムチチャーハンは中野店限定だって。いやっす、わお、さっきと全然違うね。スープがもう全然澄み渡ってるもん。なぜさっきの超こってりを手元を取らなかったんだって話ですが、興奮してました。以上です。忘れました。あっさりはすごいなんか醤油の香ばしさを感じられる。あっさりとこってりで全く違った店舗のラーメンを食べたっていう、本当にそんな感じ。あっさりもね、スープにちょっと背脂が浮いてるから、なんだろう、深みがある。ネギ超たっぷりでうまい。続いて豚キムチチャーハン。あー、豚でかい。甘辛系のキムチで最高にうまいんだけど。チャーハンバラバラだ。ごっと。はい、続いて、4杯目は屋台の味ラーメンですにチャーシューね。もう全然違うね、なんか色がポタージュみたいな色してるよ。綺麗。
うん、あ、なんかでも結構あっさりしてる。こってりあっさり屋台で全然違うラーメン。スープがこんな感じなんですけど、やっぱねちょっととろみのある感じだね。はい、5杯目が、あっさりのキムチにしました。あっさりにキムチ合いそうじゃない？うん、合うやんけ。どっちも引き立てる感じだ。はい、メンマラーメンでーすのこってり。こってりだってさ、見てメンマ沈んでないよ物語ってるね。はい、いきます。こんな感じ。じゃじゃーん、もうこの違いね。
もうずっと。よし、うわ、ほぼほぼラスト。ラストっていうの忘れた。ラスト食べた。ごちそうさまです。はい、ということでめちゃくちゃ美味しかったです。マジ朝から天下一品最高だわ。1店舗でなんか3種類の全く違うラーメンを食べたからちょっとなんかおかしくなっちゃったけど、超こってりやばいですね。あれこってり好きの皆さんはぜひ、5食限定だけどぜひ食べていただきたい。本当に美味しかった。私はドハマりしました。また来たい。ごちそうさまです。はい、ということでこの動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。